いい色に焼けるんだぞこれ。これが。はい、どうも、リュウジのお兄さん、リュウジです。ということでですね、今回はですね、ほんと二日酔い、限界リュウジです。僕一滴も飲んでないですよ今。昨日の酒は残ってて、これはもう至高になるじゃないと。何を至高にするかというと、ポークチャップ。若い方々にあんまり馴染みないかもしれないですね、ポークチャップってね。なんか給食とかで出たんですよね、ポークチャップってね。まあ、要はケチャップ味のポークソテーです、これ。こちらですね、まあ、もう家庭料理ですよ、これ。家庭料理なんですけども、これを、私が至高にしていく。これがまたね、もう、こうも至高なんですよ、とにかく。とにかく至高なんですよ。それぐらいうまいんですよ。ということで今回も早速やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、それではね、早速材料紹介いきますよ。まず豚肉です。今回ね、大きい豚のロースがあったんで、もう豚ロース使います。これね、1枚ね、200〜250g ぐらいのものを使ってください。こういう大きいのがなかったら、とんかつ用のもうちょっとちっちゃめのお肉、2枚使い、していただいても全然平気ですので。玉ねぎが、1/2個、はい、100g ぐらいのものですね。ちっちゃいの半分です。はい、100g ぐらいで、これが、マッシュルーム、マッシュルームが、50g ぐらいで、ニンニクが1個、これまあ全部使わないんですけども、半かけ分ぐらい使います。で、マッシュルームなかったら他のキノコでも、しめじとかまいたけとか、まあとにかくね、キノコ入れるとうまみが出ますんで、キノコ何でも大丈夫です、入れてあげてください。はい、ということですね、至高シリーズということで、まあ至高シリーズを作る上で何が一番でしょうか。自分至高にしていくこと、やっぱりね、テンションを高めないと料理は、ね、楽しくやらないといけないですね。どう至高に自分をしていくかというとですね、まあこちらになります。やっぱ至高にはデュアーズだよね。やっぱこれがないとね。いただきます。あー、やっぱこれだね。ということで、至高になっていったところで、この材料たちを至高にしていきたいと思います。はい、ということでですね、やっていきたいと思います。まず、マッシュのルーム、マッシュのルームはね、このね、黒いね、土っぽいところはね、切っちゃいます。これ、はい、でね、こいつはね、薄いスライスにしていきます。こんな感じでね。で、芯もの部分のね、これ食べれるからね、一緒にね、切っちゃっていいですか。はい、で、薄く切ってあげて、はい。で、ニンニクはね、これ、後ですりおろすので、皮だけ剥いておいて、あざす。いいですね。そしてこの玉ねぎはね、もうこう剥いてあげる、ね、この玉ねぎをこうカッティングしていきます。はい、5ミリ幅ぐらい、薄すぎず厚すぎず、こんな感じでスライスしていく。こんな感じになりました。で、お肉なんですけど、これね、下処理してくれてるんですよ、これ、スーパーがね。なので、今回下処理しないですけども、まあやるとしたらこうやって、筋をね、ちょんちょんこう切って、こんな感じで切ってあげてくださいね。これもう切れてるんで、このまま焼いちゃいます。そしたらですね、下味をつけます。裏返して、お塩で、ここに、胡椒。そしたらね、ここにパクの力粉です。で、これをパサーっと、だいたい小さじ2ぐらいかな。で、まあ、表面にね、こんな感じですりつけます。はい、で、裏面もこうね、ほらほら、こんな感じで、こうすることによってお肉すっごいね、ジューシーに保たれて柔らかくなりますんで、これね、絶対やってください。これが至高ポイント。はい、じゃあフライパンにね、油をね、少量引いていきます。で、火つけます。でね、これね、玉ねぎ時間かかるから焼いちゃっとく。で、まずね、玉ねぎ炒めていきます。はい、最初にちょっとしなっとなるまで玉ねぎはね、炒めちゃうと。そういったら豚肉ですね。はい、でこいつも焼いていく。これ一緒に焼いていくと時短になります。だいたい温度は中火ぐらい。ただね、ほら、こんな感じでめちゃめちゃね、いい色に焼けるんですよ、これ。まあ今回お肉が熱いので、熱いお肉をやる場合はね、蓋をしながら焼いた方がいいです。熱がこもりますんでね、中に火が通りやすくなりますので、この状態でお肉を先に完成させておく、これ重要でございます。はい、まあ蓋をして焼いて、溶き玉ね、こう混ぜてあげてくださいね。玉ねぎもすごくいい色になってます。これぐらいね、ちょっと焦げた方がね、美味しいのでね。だいたい、まあ両面焼いて蓋をして、だいたいね、4分ぐらいかな。はい、蓋をしながら焼くと、豚肉中まで火通りますね、これね。そしたら、豚肉はね、で、これね、じっくり火通しました。これを肉だけ取り出す。はい、で、こいつをですね、アルミホイルに包んでいくんですね。これ保温するのと、あと、ダメ押しで中まで火を通す。
これの役目を持ってます。でここで、今度ソースを作っていきます。マッシュルーム入れる、はい、でここにでバターね 10g、はい、でこれで炒めていく。あのね、このねマッシュルームにねバターの旨味吸わせるんすね、これね。これねマッシュルームがいい味出すんすよ、これ。はい、でここにケチャップ3で大さじ4杯ぐらいで、中濃ソースが大さじ1杯で、コンソメ小さじ半分。これがねポークチャップのねソースになるんですよ、これね。ここでおろしニンニクです。すりおろしニンニク半かけ分ですね入れて、こうねこう旨味を凝縮させます。ここでこのケチャップが全体に絡まったら日本酒大さじ1、大さじ2で、これね日本酒を入れることによってね、あのコクと香りがつきます。はい、このソースが本当に、はい、そしたらと止めていただいて、モリのつけをしていきます。でキャベツ、これねごめんなさい、あのキャベツつけてください。材料紹介の時忘れたんだけど。そしてここにジューシーに焼き上がったお肉、そしてここに至高のポークチャップ少々たっぷりと乗せていく。これがうまいんじゃ。はい、そうしましたらこちらで至高のポークチャップの完成です。はい、それでは食べていただきます。あ、これ絶対合うよハイボールに。あ、逆だったかもしれねえ。はい、これですね、たっぷりソースを乗っけてください。いただきます。なんだこれは。ちょっと待って、これうますぎたでしょ。この肉の柔らかさとこの濃厚なあの酸味を飛ばしたねケチャップのソース、たまらない。皆さんこれが至高です。ということでスタッフチャンス、あまりにもうまくできてしまったのでスタッフチャンス。フォーク書いてますからね、これね。はい、じゃあテスラさん、はい、はい、食べてください。いただきます。はい、あ、すっごい美味しい。火の入れ方が完璧で、もすごいジューシー。入れが完璧でしょ、これ。これとソースが絡んで、まさに今至高、至高ですね。これが至高、これが至高なんですよ。皆さん分かりましたか、これが至高。スタッフもね、太鼓判でございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで皆さん、こちらの至高のポークチャップ、これ本当に美味しい。ぜひやってみてください。そしてこの大さじ1は僕に入れていきます。あー、うめー。